今月は仕事が一件もないってどういうこと？すみません、営業をかけてはいるんですが、なかなか難しくて。プレタポルテの不祥事でスリクスの評判が地に落ちたのは分かっています。おかげで仕事も干されてしまって、アイユニティ以降私たちはまともに活動できていません。このままフリーで活動していても目的には遠い、そう思ったから私たちは提案を受けたんです。それなのにこっちでも仕事がないんじゃ、星見プロに入った意味ないじゃないですか。仕事の一つも取ってこれないなんて、マネージャーの才能ないんじゃないですか。これなら姫野の方がマシだったかも。あいつ性格は悪いけど仕事は有能だったからね。カナ、さすがにそれは言い過ぎよ。ごめんなさい、この子口が悪くて。ああ、何一人だけ言いこぶってるの？時田さんってそういうとこあるよね。せっかく美穂がかばってくれてるのに、あんたって恩知らずね。少しは感謝したら。はあ、誰もかばってほしいなんて言ってません。恩着せがましくしないでください。二人ともやめなさい。そんなことより今は仕事の話でしょ。わかってるわよ。私たちはこんなところで終わるわけにはいかない。私にはお金が必要なんだから。お金お金って、山田さんはそればっかりだよね。 SNS のいいねの数ばかり気にしてるあなたに言われたくないわ。はあ、何それ、喧嘩売ってるんですか。二人ともやめなさい。でもマネージャーさん、このまま終わる気がないのは全員同じ気持ちです。ステージにさえ立てれば必ず返り咲いてみせます。 3X にはそれだけの実力がありますから。そういうことだから、早く大きな仕事取ってきてくださいね。今日はそれだけ言いに来ました。それじゃ連絡待ってますから。やれやれ、まあこの状況じゃ文句の一つも言いたくなるよな。スリクスの実力と実績は申し分ないし、三枝さんが言っていたあの話、ダメ元で掛け合ってみるか。え、スリクスがアイドルミュージックフェスに出演するんですか？ IMF って確か日本最大級の野外アイドルフェスですよね。そこにカナたちをねじ込むなんてやるじゃない。ただのお人よしのボンマネージャーじゃなかったんだね。それが実はフェスの主催者から月ストとサニピの2組に出演依頼が来ていたんです。でもあいにくサニピは別の仕事が入っていて、それで代わりにスリクスの出演を打診したんです。ちょっと待って、私たちはサニピの代わりなの？サニピのおこぼれの仕事をもらったってこと？ああ、何それ、テンション下がるんですけど。いや、今のは俺の言い方が悪かったですね。もちろん出演はスリクスの実力が評価されたからで。さっき月ストも出演するって言ってましたけど、当然私たちの方が月ストより扱いが上なんですよね。実力が評価されたならそうなるよね。だってカナたちライブバトルで月ストに勝ってるんだから。いや、それは。どうしたんですか？まさか格下の月ストと元ビッグフォーの私たちが同じ扱いってことはないですよね。確かに扱いは同じじゃありません。スリクスは月ストよりも小さい規模のステージへの出演です。はあ、月ストよりも小さなステージ？それふざけてるの？ふざけていません。これが今のスリクスの業界内での評価ということです。それから月ストは格下じゃありません。それは実際に対戦した皆さんも分かっているはずです。そうですね、言葉が過ぎました。月ストを悪く言ったことは謝罪します。ですが私たちが月ストよりも低く扱われることには納得できます。ひょっとしてマネージャーが月ストを贔屓したんじゃないんですか？どのアーティストがどのステージを使うかは主催者の判断です。俺は関与していません。ふん、つまり主催者の見る目がないってことですね。はっ、なんだかしらけちゃったわね。やる気も出ないし今日はもう帰るわ。カナも帰ろうっと。え、ちょっと、本当に帰っちゃったぞ。
こんな調子で大丈夫なのか？心配しないでください。私たちもプロですから、受けた仕事はきちんとやります。たとえどんなにモチベーションの上がらない仕事でも。美穂さんまで参ったな。彼女たちのやる気を出させるにはどうしたらいいんだ。マネージャーさん、お疲れ様です。あの、スリックスの皆さんを見かけませんでしたか？3人ならもう帰ったよ。そうなんですか、残念です。さくらはスリックスに用事でもあったのか？用事というか、私、スリックスの皆さんとお話ししてみたいんです。